こんにちは、パタヤチャンネルです。毎月恒例の生活費公開シリーズの8月分を今回はお届けしたいと思います。このシリーズなんですけれども、かなり私生活をさらけ出しちゃってるのと、毎日の記録は意外にですね大変なんですけれども、毎月似たような内容になっちゃってまして、需要があるのかちょっとですね今後継続を考え中になります。もしかしたら今回が最終回になるかもしれないんですけれども、もしですね継続してほしいという方や、まだ結構興味ありますよという方は、ぜひグッドボタンを押していただければと思います。もしそういった声が多いようでしたら、また来月からも継続していこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では早速ご案内していこうと思うんですけども、今回の動画は市内の様子を見ていただきながら説明の方をしていきたいと思います。ではまずはじめに家賃の方なんですけども、こちら購入したコンドミニアムということでゼロバーツになります。で、教育費がですね、通常1350バーツかかるんですけれども、買った時の契約で今年いっぱいは無料にしてもらってますので、一切費用はかかっておりません。続きまして水道光熱費なんですけれども、水道代が144バーツ、こちらですねパタヤの方は1ユニットで36バーツになりますので、それの4ユニットで144バーツ、で電気代がですねあんまりクーラーを使いませんでしたので430バーツ、これ両方ともですね毎月同じぐらいの金額になります。続きましてバイク関係で少し今月はお金がかかりまして、ガソリン代が5回入れまして350バーツ、今回結構ですね撮影とかで郊外までバイクで走ったりしましたので、普段よりちょっと多めになってます。あとパンク1回しまして、その修理チューブを丸々変えまして180バーツ、パタヤはパンクの修理代がめちゃめちゃ安いので助かります。で今回ですねオイル交換もしまして、ちょっといいオイルを入れてもらいまして160バーツとなっております。安いところだと80バーツぐらいで買えれるんですけれども、まあ、念のためちょっと高めのところで交換しました。続きまして食費なんですが、テスコロータスを中心に引きまして、5回で2129バーツ使いました。でマクロは1回1071バーツ、あと家の近くの食品の市場マーケットの方で3回678バーツ使用しました。でテスコロータスなぜ一番多いかと言いますと、クレジットカードが使えるというのが僕的には一番大きな理由になるんですけれども、でマクロの方はですね結構日本食品が多いので、ここでしか買えないものを今回1回まとめて結構買ったので金額が張ってます。でマーケットの方ではほぼ野菜を中心に購入してます。肉とかはほぼですねテスコロータスで買うことが結構最近は多いです。そしてちょっとした小物雑貨になるんですけれども、ミスター DIY というお店が最近お気に入りの店になりまして、結構安い値段で種類も豊富でいろんなものが揃うので、ここでちょこちょこ細かいものを買ってます。トータルで金額が222バーツとなっております。あと中古市場の方も今回ちょくちょく行きまして、まあ、扇風機とかちょっとした小物を購入しました。そちらの方が450バーツとなっております。そして細かい出費なんですけども、一応雑費ということで、まあ、ソンテウに半年ぶりに乗りました。で料金は1回10バーツということで以前と変わってないんですけれども、今回すごく感じたのがドライバーさんの愛想がすごく良くてびっくりしました。偶然なのかもしれないんですけれども、もしかしたらお客さんが少ない影響で愛想がすごく良くなっているのかなという気もしました。そして3週間に1回行ってます床屋の方も1回行きまして、100バーツプラス20バーツがチップでお渡しして120バーツとなってます。そして携帯の通信費の方も毎月ほぼ一緒なんですけれども、プランの方は200バーツで1ヶ月使い放題で、スピードは 10Mbps のプランのものなんですけれども、プラス20バーツは一応ですね通話代ということでデポジットした金額になります。そしてここ最近かなり増えてましたネット通販のラザダの金額なんですけれども、今回はですね1個しか購入しませんでした。撮影の時に必要なジンバルという手ぶれを矯正する機械を買いまして、それが1365バーツとなっております。これ以外はですねいろいろ探してはいたんですけれども、結局購入するものは一切ありませんでした。続きまして、ここからがですねちょっと区分分けが難しいんですけれども、大雑把に言うと遊びにかかった金額というものになります。まずサッカーの金額が4回で350バーツ、
通常ですね、だいたい1回50バーツ前後なので、ちょっと割高にはなってるんですけども、今回失業してる友達が何人かいるということで、まあ、気持ち多めに僕が払ったということで、まあ、少し高めになってます。で、サッカーの後、結構ですね、飲むんですけれども、まあ、全部払うわけじゃないんですけれども、まあ、友達と交代で僕がちょっと多めに払って、トータルで1180バーツとなってます。で今回ですね、テニスはまだやってないということで、まあ、テニスもですね、また別の友達になるので、また始まったらテニス代プラス、まあ、飲み代がかかってくるかなと思います。そして1回だけ酒屋でまとめて大焼酎を買いまして、それが10本 ×110 バーツで、あとカード手数料が33バーツかかりまして、1133バーツとなっております。今ですね、オーストラリアに次いつ帰れるかわからないので、できるだけ現金は使わないようにして、最近はカード払いを中心にしてます。続きまして外食に使った金額なんですけれども、1220バーツということで、まあ、当然外食の時に飲んだ飲み代もここに込みにさせてもらってます。先月まではほとんど外食もしなかったんですけれども、まあ、友達との付き合いが増えてきて、まあ、ちょこっと金額も増えつつあるかなといった感じになります。そして今回一番増えたのが、まあ、夜遊びとか飲み代になります。こちらの方が5237バーツということで、まあ、健全な遊び不健全な遊び全て込みになるんですけれども、まあ、ビーチで友達と飲んだりだとか、あとディスコ行ったり、まあ、そういった金額も全て入っております。でこの遊び代も結構増えてしまったんですけれども、ただ実際出歩いてたのは後半だけになるので、もし1ヶ月遊び続けたらこの倍ぐらいにはなってしまうんじゃないかなと思います。以上が今月の全出費になります。こちらが一覧になるんですけれども、水道光熱費が574バーツ、バイク関係が690、食費が3878、雑貨672、雑費が360、ネット通販が1365で、サッカー関連1530バーツに、お酒、夜遊び代がトータルで7590バーツということで、全ての8月の出費の合計が1万6659バーツということで、日本円でだいたい5万7000円ぐらいとなっております。ちょっと予想より多かったんですけれども、先月比で言いますと7406バーツ、あと過去6ヶ月の平均で計算しますとプラス1053バーツということなんですけれども、この6ヶ月の平均にはビザ代とか学校の学費代とかが入っているので、結構ですね、それを考えると8月はたくさん使ってしまったかなという気がします。で完全にですね、先月から増えた分というのは夜遊び代が増えた分がそのままですね、差額となって現れたという感じになってます。とはいえ6万円以下で結構充実した1ヶ月を過ごしたと思いますので、まあ、なかなかうまくお金を使えた1ヶ月なんじゃないかなと思います。もうだいぶですね、パタヤも自粛の雰囲気がなくなってきまして、で本来ですね、夜のお店も12時に閉めなくちゃいけないはずなんですけれども、まあ、クラブとかディスコもですね、まあ、3時ぐらいまで営業してたりしますので、まあ、そういったのもですね、ちょっとずつ僕の生活費にも影響を与えてるんじゃないかなと思います。少しずつ貧乏生活が崩壊しつつあるんですけども、まあ、パタヤの経済に貢献するという言い訳で OK ということにしようと思ってます。以上が僕の8月分の生活費のぶっちゃけ大公開でした。最初にも申し上げましたけれども、今後このシリーズをですね、継続希望している方はぜひですね、グッドボタンよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。